皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルは世界の資源を紹介するゆっくりチャンネルだよ。今日は鉄鉱石を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは鉄の基礎だ。鉄は原子番号26、元素記号 Fe の金属だぜ。でもどうして元素記号は Fe なの？鉄のラテン語での名称フェッルムに由来するぜ。ふむふむ。そんな鉄なんだが、原料となる鉄鉱石には磁鉄鉱と赤鉄鉱という主に2つの鉄鉱物があるぞ。ほうほう。まず磁鉄鉱だが、これは英語でマグネタイトというぜ。磁石のマグネットの語源になっているぜ。磁鉄鉱は磁石なの？磁鉄鉱そのものが天然の磁石になっている場合もあるが、通常は磁石ではないぜ。だが強い磁性を持っているので磁石にくっつくぞ。そうなんだ。磁鉄鉱の化学式は Fe3O4 だぜ。この磁鉄鉱はなんかかっこいいね。おお、霊夢も磁鉄鉱にビビビッときたか？この磁鉄鉱もかっこいいだろ。うん、これは正六面体の形状をなす磁鉄鉱だな。こんな形もあるんだね。これはボリビア産の磁鉄鉱だな。三角形がすごいね。これは上線と呼ばれる結晶面に発達している平行な筋が認められる磁鉄鉱だな。これはすごいね。小さい頃に砂場で主に磁鉄鉱からなる砂鉄を磁石で集めていたような霊夢。うん、これを見ろ霊夢。これは上線が発達したアフガニスタン産の磁鉄鉱なんだが、自然の鉱物が作った芸術的な正三角形に心が奪われるだろ。これなんかすごいぞ。これは企業停止した陶器石の上に成長したイタリア産の二つの磁鉄鉱結晶なんだけど、上線が一部が曲線になっていて黒光した曲線美が織りなす美しすぎる磁鉄鉱が現れたら。うん、なんだ霊夢。マリサが磁鉄鉱が好きだってわかったから次行こうよ。おう、そうだな。次は赤鉄鉱だ。赤鉄鉱は潰して粉状にすると、名前の通り赤褐色となるぞ。そうなんだ。英語ではヘマタイトと言うんだけど、ギリシャ語の地に由来している。赤血球に含まれるヘモグロビンも同じ語源を持っているぞ。ふむふむ。赤鉄鉱は赤色の顔料であるベンガラの原料でもあるぜ。ほうほう。赤鉄鉱の化学式は Fe2O3 であり、鉄は酸化だぜ。この赤鉄鉱もかっこいいね。おお、霊夢は赤鉄鉱にもビビビッときたか？この赤鉄鉱もかっこいいだろ。うん、鏡のような表面を持った赤鉄鉱は強鉄鉱とも呼ばれるぜ。そうなんだ。これは磁系が発達した赤鉄鉱だな。おお、すごい。この赤いのも赤鉄鉱だぞ。え？これも赤鉄鉱？この赤鉄鉱を見るとリコール隠しで信頼を失った頃の三菱自動車を思い出すような霊夢。うん、これを見ろ霊夢。これは人造上鉄鉱と呼ばれる赤鉄鉱なんだが、自然の鉱物が人造みたいな形をしているのは面白いよな。これなんかすごいぞ。これはアイアンローズと呼ばれる鉄のバラみたいな赤鉄鉱なんだけど、花屋で買ってもすぐに枯れてしまうバラよりこの赤鉄鉱を買って部屋に飾った方がサステナブルじゃないからから。うん、なんだ霊夢。マリサが赤鉄鉱も好きだってわかったから次行こうよ。おう、そうだな。磁鉄鉱と赤鉄鉱、どっちが鉄が多く含まれているの？理想的な化学式では鉄は磁鉄鉱に 72.4%、赤鉄鉱に 69.9% 含まれているぞ。それでは磁鉄鉱の方が良い鉄鉱石なのかな？鉄鉱石から鉄を取り出すためには、還元して酸素を取り除く必要があるんだが、赤鉄鉱の方が還元しやすい鉄鉱石だぜ。そうなんだね。でも磁鉄鉱も磁力を使って線香上で選別しやすい特徴があるぜ。それでは磁鉄鉱や赤鉄鉱はどんなところにあるのかな？これらの鉄鉱物はいろいろな鉱床に産出するんだけど、磁鉄鉱はマグマに関連した鉱床、赤鉄鉱は水中で沈殿してできた鉱床に多く産出するぜ。ほうほう。代表的な磁鉄鉱の鉱床として、釜石鉱山などで知られるスカルン鉱床、スウェーデンのキルナ鉱山で知られるキルナ型鉱床などあるぜ。おお、日本にも。そうだぜ。釜石鉱山は日本を代表するスカルン鉱床だぜ。スカルンって何？スカルンは貫入してきたマグマと石灰岩が反応してできた鉱床だぜ。鉱床ができたのは石灰岩があったからなんだね。釜石鉱山の採掘は江戸時代から始まり、明治大正昭和と良質な鉄鉱石を産出して、鉄の町釜石を100年以上にわたって支えてきたぜ。日本の製鉄業も大きく支えてきたんだね。これは釜石鉱山の地質図だぜ。複数の鉄鉱石の鉱体があったぜ。はぁ？何これ？これは模式的な断面図だな。いっぱい鉄鉱石があったんだぜ。これはスカルン鉱体の断面図だ。良質な磁鉄鉱が採掘されていたんだけど、残念ながら1993年に大規模な鉄鉱石の採掘を終了したぜ。日本の鉄鉱山がなくなってしまったのは本当に残念だね。次の磁鉄鉱の鉱床はキルナ型だぜ。キルナはスウェーデンにある世界最大の磁鉄鉱の鉱床だぞ。おお、世界最大。磁鉄鉱のほか、リン鉱物であるリン解石も含んでいる鉄鉱床であり、ここがキルナ型の代表的な鉱床だぜ。ねえ、マリサ、キルナ鉱山に行ってみようよ。おお、いいぜ。キルナ鉱山はスウェーデンの北部にあるぜ。海岸は1898年のことだ。スウェーデン政府が鉱山の権益を持ってるぜ。着いたね。鉱石はどこで採掘しているのかな？今は鉱内掘りを行っているぜ。これはキルナ鉱山周辺地質図だ。
この真っ黒のが鉄鉱石の鉱体だぜ。はぁ？また地質図？南北方向に伸びた複数の鉱体があるぜ。キルナ鉱山の断面図はこれだ。鉱体は約60度傾いているぜ。1960年代より坑内掘りを行っているぜ。どれだけの鉱石があるの？火災埋蔵量は6億8300万トンで鉄の品位は 43.8% だぜ。大きいんだね。鉱石はルレオ鉱またはノルウェーのナルビク鉱まで鉄道で運搬しているぜ。ほうほう。それでは次にもう一つの石鉄鉱を主体とする鉄鉱石を説明するぜ。そうだったね。石鉄鉱は島上鉄鉱層という大規模な鉱床に多いぞ。島上鉄鉱層は英語でバンディットアイアンフォーメーションというので、頭文字を取って BIF またはビフと呼ばれているぞ。ビフってお肉みたいだね。その島上鉄鉱層はどうやってできたの？地球が誕生した時には酸素がほとんどなかったぜ。うん。大気は二酸化炭素、窒素のほか、塩酸、硫酸ガスが充満していたんだ。現在の大気の組成と全然違うね。大陸には硫酸や塩酸を溶かし込んだ酸性雨が降り、地表の鉄分は溶脱され、酸性の海は大量の鉄分が溶け込んでいたぞ。ほうほう。でも今から約30から25億年前に光合成を行うシアノバクテリアが生まれ、二酸化炭素から酸素が生成されるようになったぜ。光合成が始まったんだね。ストロマトライトというシアノバクテリアの死骸と泥粒が混じった岩石は今でもオーストラリアに見られるぜ。そうなんだ。光合成により海中の酸素濃度も上昇したぜ。すると海水中の鉄イオンと酸素が結合して、酸化鉄として沈殿したぜ。この時沈殿したのが主に石鉄鉱だぜ。酸素が増えて、鉄が石鉄鉱として沈殿したんだね。シアノバクテリアは太陽光が十分届く浅瀬にいるぜ。だから鉄の沈殿も陸地から遠くない大陸棚などの広い範囲に沈殿したと考えられているぜ。つまり特定の場所に鉄が沈殿したんだね。そうだぜ。そして隆起した結果、今は鉱山で採掘されているぞ。でもマリサ、この白いのは何？白いのは珪酸塩鉱物だぜ。厚さ 0.5 から3センチメートル程度の縞状に細かく誤層しているぜ。でもどうして縞々になるの？気候変動などで太陽からの照射量が少なくなった時期になると、あまり光合成がされなくなって、海中のシリカ成分だけが沈殿したと考えられているぜ。ある時期に酸素が少なくなったんだね。でもこれも説の一つであり、島ができた理由ははっきりわかっていないんだぜ。いろいろな議論があるが、実は謎なんだ。今後明らかになる日が来るかもね。この海中で沈殿した島上鉄鉱層は、とにかく規模が大きいのが特徴だぜ。どのくらい大きいの？北アメリカやオーストラリアには厚さが数百メートル、長さが数百キロメートル以上に達する大規模な鉱床があるぞ。おお、すごいね。スペリオル湖北側にも鉄鉱床があることから、スペリオル型鉱床とも呼ばれるぜ。スペリオル型ね。またスペリオル型よりも規模は小さいけど、カナダのアルゴマ地区にある島上鉄鉱層でアルゴマ型というのもある。アルゴマ型？アルゴマ型鉄鉱床の成因は火山活動による噴気と考えられているぜ。ねえマリサ、どの国で鉄鉱石は採掘されているのかな？おう、それでは第5位からランキング形式で鉄鉱石の産出国を紹介していくぜ。うん、第5位はロシアだぜ。2021年に最も鉄鉱石生産量が多かった鉱山に行くぞ。うん、マリサ、ベルゴロド州にあるメタロインベスト社のレベディンスキー鉱山だぜ。ここでは1967年に鉱床の開発と処理プラントの建設が開始されたぜ。昔から操業している鉱山なんだね。この会社はロシア国内に他にも鉄鉱山を持っているぜ。へぇ、次は鉄鉱石産出量第4位のインドだぜ。タタ財閥が保有する鉄鉱山へ行くぜ。タタって車も作っているよね。これから行くのはシングブーム地区の鉄山の一つだぜ。地面の色が赤いね。石鉄鉱が多いんだろうな。この鉱山の周辺にも多くの鉄鉱床があるぜ。そうなんだね。次は第3位の発表だ。第3位は中国だったぜ。まずは遼寧省の安山鉱山だ。うん、行こう。この鉱山は南満州鉄道によって発見されたぜ。へぇ、なんでも丘に鉄石山という地名がついていて、これに興味を感じて調査した結果、鉄鉱床を発見したぜ。面白いね。次は湖北省のダイヤ鉱山へ行くぜ。ここでは唐の時代から鉄が採掘されていたぜ。すごい歴史がある鉱山なんだね。戦前、日本が経営権を握っていた頃は、鉱石は九州の八幡製鉄所に送られていたぜ。そうなんだね。次は第2位だ。鉄鉱石産出量の第2位はブラジルだぜ。代表的なカラジャス鉄山へ行くぞ。よし行こう。カラジャスは、ブラジルの大きな鉱山会社バーレ社が保有する巨大な鉄鉱床だぜ。どのくらいの鉱量があるの？資源量は180億トンで鉄品位は 65.4% だぜ。大きすぎて想像がつかないよ。ここで採掘された鉄鉱石は貨車に乗せて、カラジャス鉄道でサンルイス港まで運んでいるぜ。
鉱山プロジェクトではインフラも大事だね。さあいよいよ鉄鉱石産出量第1位の国だ。第1位はオーストラリアだぜ。オーストラリアが1位なんだね。代表的な鉄鉱石の鉱山があるピルバラ地区のニューマンに行くぜ。レッツゴー。ここはマウントホエールバック鉱山だぜ。着いたね。ここでは1968年より採掘が始まり、2020年には2億8000万トンの鉄鉱石を採掘したぜ。おお、すごい量だね。これがマウントホエールバックの地質図だぜ。地質図？よくわからないけど、このミミズみたいのは何？これが島状鉄鉱層だぜ。この層を採掘しているぜ。なんか島状鉄鉱層はくねくねしているね。これは断面図だな。島状鉄鉱層は集曲しているぜ。すごいね。このマウントホエールバック鉱山は、BHP という世界的な資源メジャーが鉱山権益の 85% を持っていて、残りの権益を三菱商事と伊藤忠商事が保有しているぜ。おお、日本の商社が権益の一部を持っているんだね。ここで採掘された鉄鉱石は鉄道でポートヘッドランドの港まで運ばれ、そこから海外へ輸出されるぞ。日本も輸入しているの？もちろんだぜ、霊夢。日本の商社が参入しているからな。そうなんだね。日本には多くの製鉄所があり、日本の鉄鉱生産量は世界3位だぞ。製鉄も中国がダントツなんだね。さあ鉄鉱石の産出国をまとめると第1位オーストラリア、第2位ブラジル、第3位中国、第4位インド、第5位ロシアだぜ。第6位以降はウクライナ、南アフリカ、イラン、カザフスタン、カナダと続くね。この表には火災埋蔵量も示しているけど、オーストラリアには膨大な鉱量があるのがわかるぜ。オーストラリアは鉄鉱石がいっぱいあるんだね。日本企業が参入しているなんて知らなかったよ。日本企業が海外の大規模鉱山に出資していることも多い。資源に関わる仕事に就けば、世界を股にかけて働けるぞ。資源のプロジェクトはグローバルで、スケールが大きい仕事だね。この動画を見て資源の仕事に興味を持った日本の若者がいれば、マリサは嬉しいんだぜ。そうだね。マリサ、今日もいろいろ説明してくれてありがとう。おう、霊夢よ。こんな感じで、これからもいろいろな資源を紹介していくぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。